フラの観光物語、フラのグルメ、上富良野町のホップ畑とビール。この松ぼっくりに似た果実が何の植物かわかりますか？これはビールの原料となるホップの果実、休暇です。ホップはビールに欠かせない苦味や香りをもたらす役割を果たしているそうです。北海道上富良野町の中心部にある日の出ラベンダー園には観賞用にホップのつるで作られたアーチが設けられていました。すぐ近くでたわわに実るホップの休暇を見ることができます。上富良野町では北海道内で唯一ホップの生産が行われているそうです。8月下旬、上富良野町にあるホップの畑は収穫の時期を迎えていました。背が高く育ったホップのつる、その高さは5メートル近くあります。つるにはたくさんの休暇がついています。ホップの収穫作業では休暇のついたつるごと切り落とす作業が行われるそうです。札幌ビールは明治時代、北海道で野生のホップが発見されたことがきっかけで札幌ビールとして創業されたそうです。上富良野町では大正時代からホップの栽培が始まり、たくさん生産されていました。しかし現在は札幌ビールと契約する4戸の農家の方によりホップの栽培が続けられているそうです。その上富良野町の農家が育てたホップで作られたビールが札幌ビールの上富良野大隅さんのホップ畑から このビールはアロマホップ富良野スペシャルという2007年に品種登録されたホップが使用されています。富良野スペシャルはアロマホップならではの香りと豊かな苦味が特徴だそうです。実際に飲んでみるととても香りがよく、爽やかな苦味と豊かな香りが口の中に広がる、とても美味しいビールです。セブンイレブンで限定販売されています。缶ビールにはホップ畑と
生産者のイラストが描かれ、お土産にも喜ばれそうです。上富良野町で生産されたホップを使ったビール、大正時代から続く100年近い歴史と伝統、美味しい味にうなずけます。今日は上富良野町のホップ畑と豊かな風味が味わえる美味しいビールを紹介しました。